えと財務省が発表した1月から3月期の法人企業統計によりますと金融業と保険業を除くすべての産業の設備投資額は1年前に比べ6.1%増の15兆6763億円でしたプラスは10四半期連続で内需を支えてきた設備投資の底堅さが確認された形ですまた、経常利益は 1>, 1年前に比べ10.3%増の22兆2440億円でした製造業は中国経済の減速を受けて6.3%のマイナスとなりましたが非製造業が18.4%増と大きく伸びました